昨日伊沢さん来た来たピッケル作れるねえねえこっち来てあのピッケル作ってくれたら地方ケチャ朝と夜がわからないまさかの誤算まさかの誤算だったわおい朝と夜わかんないなんていや俺たちの誤算だわ お前がそんなバカだと思ってなかったえどれあでも今日遅いねあれ寝坊してんじゃない、うん、なんか今日寝坊してるラッキーだねマジでうんうんまあでも絶対起きてた方がいいオッケーいつでもおいチグ早く起きろお前やばいあ待ってねいつまで寝てんだお前まあ鍵はもう治ったからあありがとうございますちゃんとカードキー持ってるかあ持ちましたあお前あのお前にカードキー2つ渡したっけお前今持ってるやつとあそこの牢屋のとこにもあるよなあはいありますうんうわクリ先輩なんか聞こえますよやばいお腹があれお腹が痛い痛いん？あれ？大丈夫か？大丈夫か？秋秋おはようおはようございます。お腹が大丈夫か？どうしたんだ？お腹が痛いです。めちゃめちゃ。そうか。あんまり決めないみたい。そうか。おはようお前。クールだな。おはようございます。おはようございます。あもう大丈夫そうだな。なんか急にお腹の調子が良くなってきたぞ。あ、よかった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 。出たら。うん。出たらって。普通の運動の話。あ、違う違う。ここから出たらね。あ、そういうこと。向かって向かって。なんかお前ら臭くないか。え、臭い。マジか。いや、ちょっと3日も入ってないとちょっと臭い。そうですね。あとなんてだって6日間入ってないんすよ。いや、4日だぞ。あ、4日間か。4日か。入れてください。あと前回、独房だったんで。だからもう、めっちゃ臭いっすよ。これで。まあな、風呂は本当は3日に1回入らせるつもりだったが、昨日が本当はその日だったんだが。ごめんね。ちょっとこちらの事情でな。すいません、臭くて。もう体調は大丈夫ですか、2人とも。あ、大丈夫だ。痩せました？あと、チグ、お前、ちゃんと閉めろ、そこの牢屋。あ、はい。結構、チグさ監修閉めてないこと多いっすもんね。そうなのか。そんなことないよ。そんなことないです大丈夫ですビシッまあでも俺が閉めたりしてあの頑張ってるからねありがとうみんなは俺の前もうこの鍵は治ったんですかよかったよかった治ったよよかったよかった治ってよかったおどこ行くんですか今日はお前たちにまだ2日ぐらい多分飯をまともに与えてないからな今日は食堂だはい続きました久しぶりだなチグあれはじゃあちょっとみんないい？はい。え、待って剣持ってたけど、プロ好きですか僕たちは？いやいつも持ってたよ今まで。あ、いやあのプリ先輩から、ま昨日ねちょっと一日トラブルがあったということで、まねご飯も与えれてなかったので。ふんふん。おい！ここのドア開けたら閉めると言ってるだろ！あすいませんごめんなさい。本当だ。閉めないと。すいません。あれ？開けてたかな。あ、そうそう、で、ご褒美をね、プリ先輩から渡してもらったので、こちらみんな来てもらっていい？こっちにおはいチグ、お前それ、あの、テーブルの上にだはいえぇおぉ、ケーキだおぉ、ケーキだお前ら、それ食い方はわかるかはい食べてもいいですか食べてもいいですか大丈夫だ右クリックで食べれるからわぁ、おいしいまだお腹空いてないからではまあ、それとアップルパイをおいしいアップルパイをチグから分けてもらえはいこっち、これでは、私は先に戻るぞチグも早く来いよアップルパイでははいやったおいしいなパンプキンパイだったしかもアップルじゃねえみんな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 何教会のさ、木の下の石も取れないかまだ石のピッケルないか今ご飯の時間だからねそうなんてるかもしんないんだよなそういうことかただあと木のあいけるわあと丸石1個でも石のピッケルいけるよなんかどっかない木の下にあじゃあ木の下の丸石取れるぞみんな木の下の丸石の場所わかるわかるよ教会のとこだよねよかったよかったそうそうあるあるそのタイミングでちょっと今は無理だな人から見てるやばい待ってマジお前マジお前大丈夫かお前監修でもいないぞ監修いないぞチグてかマジみんな普通に飯をさいやこれ一瞬だけ取れるちょちょうだいちょうだいちょうだい開ける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 開けてくる本当に俺見張っとく俺が開けてって言ったら開けてくれ知らんぞマジでマジ大丈夫大丈夫俺ちょっと見張っとくからちょ押さないでオッケーオッケーじゃあ俺ちょ食べ物持ってくるわオッケーそれ取れえなんだこれこれ地面掘っていいのか手前の土を素手で掘ってみんなどう
魚焼いてます。魚焼いてます。おいしい。おいしい。いやーやっぱチグ監修がやっぱもうお腹いっぱいで食べちゃいました。あ、ほんとだ。ない。はい。あれチグサ監修。あれ、あ、マスター、鏡ついてますね。こっちでちょっと鮭作ろうかなと思って、ごめんなさい。あ、はい、今日はそっち行く必要ないから。あ、でもこいつあれ甘いの苦手で、俺のためにあの手がこう締めないとここ、はい、あ、すいません、ま、今はね、これ甘いの苦手なんで、ちょっとあの焼き鮭作ってくれてました、混ぜたが。あ、そっかそっか、ありがとうございます。ありがとうありがとう、これ嬉しい。やっぱこれなんですよ。やっぱタンパク質をこう魚とかから取らないと筋肉落ちちゃうからね。なるほど。いい子でいてね、みんなね。チュー監修、うん、任せてください。まあ、上司いないから言うんですけど、やっぱチュー監修頑張ってるの自分たち見てるんで協力したいですね、本当に。ありがとう。みんなもね、はい、ちょっとあのいい子でいたらね、しっかりあの長く死刑の日を迎えれるから。長く死刑は変わんないんすか、うん、死刑の日を。死刑は変わんないんすか。チュー監修、俺が死んでも何も思わないですか。チュー監修、みんないい子でね、やっと友達になれたと思ったのに。ちなみにチュー監修って普通に、これただの質問なんですけど、僕たちが寝てるときはいつもお家に帰って寝てるんですか。うん、確かに。忙しいじゃないですか。監修棟でね、ゆっくりしてるよ。あ、じゃあ寝てはないんですか。まあ、ちょっと寝たりはしてるけど、うん、あ、やばい、ちょっとあまりめちゃくちゃしてたら怒られちゃうから、みんな一個でいるだよ。はーい、はい、はい、あ、はい、ちょっと様子を見てました。はい、おはようございます。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 また寝てたのか。ちょっと甘いもの食べるとちょっとどうだ、お腹いっぱいだった。美味しかったか。あ、美味しかったです。ありがとうございます。わざわざご褒美。いや、様子を見に行ったチグが全然帰ってこなかったから、お前らに殺されたのかと思って。あ、いえもっと危ないです、危ないです。死刑の日、今日で、今日になりたくないです。はい、そうか。まあ、じゃあ食事の時間は終了だな。お前らも食えただろう。はいはいはい。あ、今日は刑務作業何やるんすか。今日はな、2人だけちょっと新しい刑務作業になる。おまあ一旦全員ついてきてくれ。はい。ん、おい、チグ。はい。お前、ここのドアが開いてるぞ。あれ、開けた覚えないです。ん、あ、さっき歩いてた時俺肩当たっちゃって身長高いんで、すいません。さっきあっち。ちゃんと戻せ。すいません、すいません。こう肩当たる時とかあるからな。すいません、本当に。妹、あとは、ここ、うん。あ、なんだ。あ、ごめんなさい。なんか言ったか。なんか、アットが笑ってました。なんだよ、え、なんなん、え、いや、まあ、なんでもないです。二人はここで待機してくれ。はい、はいはいはい、わかりました。残りのモブどもはついてこい。モブって、モブやって。モブって言われてるんや。チグ監視じゃないですか。あ、ここですか。お前たちはここで検査作業だ。チグ監視。そこのチェストに釣り竿が入ってるから。はい。おい、静かにしてくれ、下。あ、はい。そこのチェストに釣り竿が入ってるから、ここで釣りをして魚をとりあえずいっぱい釣って、ここのチェストに入れてくれ。ここだぞ、トロッコのチェスト。はいはい。あと、お前たち意外となんか刑務作業いい感じになんかサボってるだろ。俺には分かるぞ。いや、サボってないです。サボってないですよ。いや、サボっている。本当ですか。しっかりやらないと飯とかも抜きになるからな。はい、分かりました。分かりました。怖いな、やっぱりあの人。では、頼んだ。残りの2人は今日も動物の世話と、畑だ。はい。これどうやって釣るの、これ。こっちだ。先輩、ちゃんといい子ちゃんしてました。はい、わかんねえ。ねえ、待ち待ち。ん、どうしたどうした。なんだ、なんか、なんだ。これ釣り方わかんない。お前、釣り方もしかしたらわかんないのか。はい、すいません。釣り方わかんないです、これ。あの、僕も。嘘だろ。嘘だろ。あと、ここの小麦全部回収して、あの、全部種にしてくれ。あ、わかりました。わかりました。まあ、あっち側の動物も頼むぞ。はいはい、任せてください。あとクワなども入れてるからな。はい、しっかりと警備作業に、はい、あの、腰痛いんですけど、今日はどんくらいで迎えに来ますか。できるだけ頑張るんですけど、時間かかっちゃうかもしれないんで、だいたいどんくらいでおよそ迎えに来てくれるのかちょっと聞いときたくて。ああ、まあだいたいいつもと同じぐらいだと思うが。わかりました、ありがとうございます。ああ、頑張ります。もし働けないっていうのならば。いや、それまでに終わるように頑張りたいなっていう。死刑にしてもいいのだ。いやいやいや、働きます働きます。働きいもです。はい、働き頑張ります。では、働きもです。頼んだぞ。はい、頑張ります。はい、頑張ります。これってさ、あれ、俺たちの下にいるのか。アッキーたち、これ下にマジチ、マジチ詰まらせちゃった。あ、いや、下にいないから、それトロッコだよね、うん、多分言いたいこと。そう、いや、トロッコね、あのね、下のね、うん、丸石、うん、丸石じゃねえ、あの
石炭がいっぱいあるところに繋がってんだけど、俺らそこに今日やるのかなと思ったら違かったから、トロッコで何も送れないね今日は。いや、あっとこれさ、うん、これ下行けるじゃん、うん、鶴橋持ってんのあっとじゃん。あ、俺じゃない俺じゃない、今マゼ、あ、マゼチなんだ。じゃあ俺らマジ今日は普通にただの刑務作業だね。刑務作業する日か。釣りの仕方は分かったか。あ、頑張ってます。水にポカポカ浮かせて、ああ、こうやってやる、こう、み、こうですかね。バカかお前らは。違うんですか。か、監視見てみろ。はい、待つ待つ、そしてひたすら待つ。まだだ、楽しいだろ。楽しいです。めちゃくちゃ来た来た来た来てるぞ。そう、その瞬間に右クリックだ。釣れました。あ、すごい。あー、釣れなかったっす。でもなんかこんな感じだ。監修さん、ああ、監修さん、いつも関西にお世話になっているので、ああ、僕これを関西に食べてほしいなと思いまして。なんだこれは。これは魚です。ではケチャオに食ってもらおう。はい、ありがとうございます。ケチャオ褒美だ。まずだからの褒美だ、これを食え。ありがとうございます。じゃあ、じゃあ、あの、まあ、とりあえずそのフグだけ、ね、うん、オッケー、オッケー、食べて、うん、美味しいと思うから。いただきます。あー、ケチャオ、あれ、あー、ケチャオ、あー、ね、やばい、視界が、視界が、ケチャオ。何どうしたの。おい、死んじゃったお前。あ、すいません、どういうことだ。すいません、僕がフグ食べてたら殴られました。ケチャがフグ食べてた、おい、こいつ殴られたと。いや、まあ今のは俺にちょっと責任があるな。バルノリでケチャにフグを食べさせてしまった。すいません、ちょっとすまない、迎えに行こう。大丈夫、惜しい人を亡くしたな。おい、まだ生きてる。あいついいやつだったな。おい、これ大丈夫ですか。いや、でも大丈夫だ。ちょっと悪ノリでフグを食べさせてしまったんだ。はい、行きます。ごめんなさい、心臓マッサージ しようと思って左クリックしたら死にました。おい、マジやろお前それ。まあでも元はといえば、マゼタが俺にフグを食べさせようとしたのが原因だから。え、フグってどこあるんですか。すいません、知りませんでした。本当に悪気なかったんで、あの、そうか、ちょっと美味しかったな。もう一回食うか。あ、いやいや、もう大丈夫です。すいません、僕も刑務作業します。刑務作業、刑務作業、刑務作業。俺をバカにしているのか。してないです。いや、でもこんな殺しちゃったら、これなんか毒棒とか入れられちゃいそうで怖いな。なんだお前、毒棒に入りたいのか。いやいや、違います、違います。ちょっと聞こえる、こっちの塔の人。はい、うん、どうした、どうした。今さ、鶴橋持ってるんだよね。持ってるよ。毒棒壊せる場所あるって言ってなかった、そういえば。そうそう、だからちょっと殺してって思ったんだけど。でも、あまりに減らされすぎても嫌だから、日数が。確かに確かに、程よく毒棒廃棄を許してもらえそうなぐらいの悪いことするのありかもね。だからケチャを殺すぐらいがちょうどいいかなと。ただお前風呂入れなくなるぞ今日。でもさ、あ、そうかそうか、明日の方がいいんじゃないの。ねえねえ、でもさ、一回僕殺されたからもう一回殺されても大丈夫じゃない。どういうこと。なんかケチャを、刑務作業の時間終了だ。はい、結構今日もいい感じで終わりました。お、見てください、もう一匹、赤ちゃんもいっぱいこう生まれて、卵もたくさん落ちてて、ちょっと豚がずっと繁殖しないか。これ人参が足りてないことはないと思うんだが。人参ないですね。人参、もしかしたら、あの、ケチが持って、どっかに、どっかで多分募集されましたね。あ、ありました、あるじゃないか、ここに。すいません、行ってきます。まあいい、あとは私がやっておくから。あ、本当ですか。じゃあここに入れときます、できるように。監修、すいません、あのケチャオが、ああ、魚一匹つ、一匹も釣ってません。なんだと。なんと僕一匹釣れました今。え、いやいや、もう俺のやつパクっただろお前。いやいや、パクってないよお前、なんてこと言うんだよ。こいつお前、お前、俺の、お前、俺の、あい、あ、痛い、痛い、あ、監修痛い、こいつ殴って、監修、監修痛い、監修、監修殺されます、監修。もうお前、ちょっと静かにしてくれ。お前、監修、ドアが開かないんだこっちは。監修、殺されます。お前ら、すまん、先に出てくれ。お前、監修やめろ。わかりました。やめろマジ、お前、お前死んじゃうだろお前。あ、お前、お前死んじゃう。なんだ。あ、これ落ちたんで、あの、自分はちゃんと言うんで、レバー落ちてました、どうぞ。すまないな。はい、ちゃんと正直に言う、それが私の先祖からの言い伝えなので。えらい、お前の先祖、捕まってんの。私の先祖はさつまいもでした。
私は私は芋じゃがいもとして生まれていじめられました、さつまいものみんなに。さつまの男なんだ。でそれで、それで人間はみんなさつまいもを買うんですよ。それで許せなくて人間を食べてしまいました。はい、ちょっとお前らつぼれ待機だ。はい、あ、ちゃんといるんだよ。助けてください。そういう覚悟があったんです、チグ監修。なるほどな。だから自分も本当は人間を食いたくなかったんです。助けてください。人間を食いたくなかったんです。お前何もされてない。そんなことがなければ。ちょっと静かにしてくれ。あ、すいません。すいません。ちょっとまずこの釣り竿をここに落としてんのはなんでだ。何してんだお前は。あいつにこの人ね、ハート1なんです、ちゃんといないとこれ痛いよ。じゃあ飯を食え。すいません、この辺にいればいいですかね。そうか。僕何もしてないんですけど。あと釣り竿お前ちゃんと返せよ。僕返しましたよ。はい、返します。あれ釣り竿あと1本なかったか。あ、消えちゃうですね。僕持ってます。はい。このバカが。いて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 、お前また。すいません本当に。まあケチャは結構反抗しがちだから、まあそれぐらいの暴力が許してやる。そうですね。じゃあお前たちお楽しみの風呂の時間だ。やったー、おいらやったー、最高だー。おいお前ら風呂だぞ。やったやった、風呂だぞ。プリ先輩、アキ、なんだ、あのケチャが人参をポイ捨てしてました。おい、あ、お前人参はてか、あの飯は食堂から持ち出すなと言っただろ。あ、すいません。すいません、手癖が。俺許せねえな。すいません。俺許せねえや。お前。あれ。この野郎、お前。おい、まずた、お前ちょっとやりすぎだぞ。これ以上やったら超バズボンに入れることになる。おい、ちょっと待て待て待て。おい、待て。そう、これ、いや、お前なんか今日様子おかしいな。いやいや、なんか服も破けてるし。いや、いつもいつもです。それはいつもです。はい。けど、それ、人参を投げるなんて、お前、馬がかわいそうだろ。あ、うるせえな、お前ら、今日なんか一緒に寝たくないわ。ちょばず行けよ、もう、静かに。まあ、仕方ないな。もう、なんで、ちょばず行きたくないな。安静してこいよ。行ってこい、お前、ちょばず。うるせえ、お前。先輩どうします？じゃあチグ、マズタを懲罰房まで連れてってくれ。わかりました。反省してこいよ。お前たちはお風呂の時間だ。はい、入ろうと。あいつバカだな、風呂3日に1回しか入れねえのに。あそこで苦しんでしまう。すいません、臭くて入ります。こいつ怖いから一緒にいたくないな。いいよ、風呂の時間を楽しんでね。うわー、気持ちいい。どう、あっこいいな、ダメだ。でもごめんね、俺さ、ここさ、炎をさ、間違えて消しちゃったからサウナできないんで。悲しそう。でも水風呂ねえから、ここでも。でも、アキ、サウナは消えてるけどさ、僕らの心の火は消えてないじゃん。そうだよ、俺ら頑張って脱獄するんだよ、今日。じゃあ、ゴーグル、あ、ついてが出ちゃった。あちゃん、見て。何？ロッキーやる。何？ロッキーやる僕。ロッキーやろうかな。小さいガラス。いつ見ても。ひどいよ、あちゃんにそんなこと言うなんて。やめろ。マグナムなんだから。あきご飯ちょうだい。ご飯ね、これねバレないように持ってるけど、マジ本当バレないように。うん、バレ。マジどうだった？いや、今来たんだけど、うん、いや、あれだ、ごめん、ひび割れた石レンガだったから壊せなかったわ。あー、じゃあ木じゃ壊せないね。やっぱじゃあその木で丸石ゲットして、もう一回入らないとダメだね。いや、そうだね。石のピツケルをピツケルに入れるしかないな。ピツケル、お待って、最悪じゃねえか、俺これ毒も入りそうだよ。おい、ちゃんと見とけよ、把握しとけよ。ただね、一つ言わせてほしい。お風呂気持ちいい。お風呂気持ちいい。風呂入りたかった。しかもケチャのこと殴ったからちょっと手癖んだよな、マジで。なんでだよ、お前綺麗だぞ、僕が見て。いやでもさ、なんかもっといっぱい臭くなればさ、お風呂もさ、もうなんか、まあ入れって言われる可能性あるから。確かに確かに。ケチャもっと殴るしかないよ。そうそう、なんか臭いだろうって、あの、どんどん血の象徴みたいな。だから下水道とかにも入って、あの、最悪したらめちゃくちゃ自分にかかっちゃってみたいなことできるから。確かに確かに。アキそんな人いないわ。ちなみになんだけど、風呂場なんか壊せそうな場所とかあった？はね、ないんだ。ないんだよ。ないんだ。じゃあ風呂場はな。よし、いい湯だった。風呂場終了だ。いい湯だった。湯加減はどうだ？いや、もうたまらないですね。最高でした。戻りました。プリ先輩、
お前、まあ、これ女子ですよ、こっち。あ、え、あ、メスです。あ、また、え、あ、メス芋なの。メスですよ、私。え、やめてください、犯罪ですよ。メスです、すまない。オスだと思って、え、ひどい、私まだ見られたことなかった。いや、お前オスだろ。まあ、オス、資料に入って、まあ、どっちでもないって感じですね、自分は。ゴーゴー、レッツゴー。早く外に出てくれ。はい。いいな、風呂入れるって。臭いっすよ、絶対。大丈夫っすか、本当に入れなくて。俺も入れたかったなぁ。臭いっすよ。もう喧嘩すんなって、また独房行きになるからね。あー、やばいやばい。そっか、もう喧嘩すんのやめよう、さすがに。まあ、相手がケチャだったから、今回日数とか減らさないが。よかったー。よかったー。よかったな、マジで。よかった、相手選んで喧嘩して。弱いやつで臭。弱いやつじゃん。ごめん。え、どうしたの？すごい、すごい、僕今。あれ？看板を減らさなくていいですか？あ、じゃあ減らしといてから、俺マズタを連れてくるから。なんか、あれですよ、プリツ監修。あの、鍵とかくれといたら、プリツ監修ではない、プリ監修だ。あ、プリ監修、これ、なんか、いちいちね、毎回来てもらうの申し訳ないんで、鍵とかくれたら僕全然自分で出るんで。アホか、お前は。ダメかドストレーのツッコミだ。お前、冗談はさ、筋肉だけにしとけよ。それは、どういうことだ？筋肉だけにしとけ。そういうの。また超マスボイキになるって喧嘩。あれ、なんか今めちゃくちゃ飯食ってる音しませんでした。今目の前で人参食べてました。チグ監修だって俺は監修だからいいんだよ。いいえ、ずるい。いいな、お腹す。え、チミラだって囚人でしょ。でも痩せちゃいますよ。ででーん。あー、おい、チグ早く日数を減らしたのか、これ。あ、減らしました。うん、俺も減らされたんだす。減らしました。では、就寝の時間だ。おやすみなさい。おやすみなさい。よし、下集合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 。よしよし、みんなみんなみんな。丸石ないか、丸石取れるとか。とりあえず、俺さ、教会のさ、石さ、壊した瞬間に取れてないんだよね。あー、みんな、そこ行くか。チグ監視、夜寝てるっていい情報も得たじゃん。多分、その、壊したものって5分でなくなるんだよね。そう、なくなっちゃったと思うんだよな。だからもう一でも、もう一個下にあったんよ、丸石。オッケー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 。なんで、それを取りに行くか。じゃあ俺、見とくね。あとさ、あとお風呂のさ、タイル、場所一個変わってたよね、一個。お風呂？え？お風呂の中のタイル一個だけさ、石で壊せるやつじゃない？え？え、違う？だった？うん、石垣ピケルだったら壊せるんじゃない？でも3日後になっちゃうからな、また、この時教えて。いや、俺だったら体臭すぎて入れるかもしれない。確かに確かに。ほんと？みんな、あとケチャ弱気見とかないと。ケチャ俺見てる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 。ちょっと弱気わかんないよ。ありがとう。そんな誇らしげに言うことじゃないんだよ、それを。教会行く行く行く。オッケーオッケーオッケー。来て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 。どこだ？僕も行きた。あのドアとか全部閉めるように。あ、で、下、あ、もう一つ行きたい場所ある。早く早く。これ待って、これって、これ壊していいっすよな。どれどれ、全然見えねえ。え、これ岩盤だよ、それ。これ岩盤？あれ、じゃなくなった。もう無理無理無理、なくなったわ、石。うわ、最悪だ。え、なくなった？で、もう一つ来て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 。はい、これ、待ってね、バレてない、大丈夫、寝てるわ、オッケーオッケー。あのね、支度がこっちこっちこっち。どこだっけどこだっけどこだっけ。待って待って、やばい、これバレたら絶対終わるよ、ちなみにこれ。大丈夫大丈夫大丈夫。まずいよ。どこだっけ、なんかさ、下さ、俺掘っていける場所なかったっけ。待って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 。あ、うわ、終わったー、やばい。やばい、それはまずい。それはまずい。あっちゃん頼む。終わった、マジで終わった。これどうなってんだ！やばいやばい！監修さん、アッキー、ケチャ、マゼタの姿を確認できません。わかりたいよ。あ、よ、どこだ、ここ待って、マゼチどこよ。あの、脱走とかですか？そうみたいだな。